4日間ショートシリーズ初日のボートレース多摩川。1レースはイン逃げでしたが、2レース3レースとまくりが決まって3連単満周決着となっています。続いてのカードは4レースの予選、東京、静岡、大阪の3支部対抗戦のようなメンバー構成となっております。コース争い大きな動きはありません。スタート1分前です。高枠1号艇吉永博之です。陰線の安定感がある吉永、まずはスタートを決めて主導権を取りたいところでしょう。2号艇地元東京1人目金山律樹です。今月頭に芹澤克彦選手が優勝戦ポールポジションだったモーター12、前回広瀬慎也選手も9戦5勝の絶好調な活躍でした。3号艇地元2人目一ノ瀬明、今月は平和島で今年4回目の優出、玉川昨年11月に優勝しています。3点引いて4角4号艇池田博美、近況女子戦で勝ちまくっていますが、今節混合戦でも活躍なるでしょうか。ここ総合で新出工事、今月は唐津で今年2回目の優出、ファイナルは3着でした。大里6コース、6号艇鈴木啓太、昨年11月の怪我以来8ヶ月ぶりの実戦復帰となります。枠なりの3対3、第4レースの予選、このレースは1番吉永、3番一ノ瀬、4番池田、三つ巴の人気となっていました。123ダッシュ456です。スタートを切りました。ダッシュ勢3艇がいずれも揃って好スタートです。仕掛ける4号艇池田博美、4角からまくり切った。5号艇はいい展開まくり出し、6号艇もまくり出し、スパーッと鈴木啓太入ってきた。さあ鈴木啓太が入ってきまして、これは水準差あるんでしょうか。スタートは前提正常でした。6号艇4号艇突破争い、半歩リードは6号艇の鈴木啓太、外4号艇の池田博美、内側5号艇の新出工事、あとは3番2番1番追走です。さあ5号艇が6号艇にプレッシャーをかけていきますが、跳ねのけで6号艇が先前を決めていく。5号艇は北見の中、4号艇も遅れました。ここで6号艇の鈴木啓太が水神祭に向けてリードを取りました。2周回目注目決まった争い、5号艇の新手工事が一歩リード、1コース4号艇の池田博美、あとは3番2番1番です。レースは2周の1マーク、6号艇鈴木の後ろ、5号艇の新出が回っていきまして、4号艇小さく運んでいきます。5号艇若干波に乗りましたけれども、現在2番手はキープ。2周バック側上位6番5番4番、その後ろ3号艇2号艇1号艇が続いています。レースは2周2マークへ、6号艇の鈴木啓太、続いて5号艇の新出工事、プレッシャーをかける4号艇ですけれども、5号艇がしっかりと2番手をキープしています。上位体系6番5番4番で最終周回へと入っていきます。今年初のレース、昨年11月の宮古で落水、その際に怪我をしてしまいました6号艇の鈴木啓太、実戦は8ヶ月以上ぶりだったんですけれども、その復帰戦で水神祭が見えてまいりました。上位6番5番4番、その後ろ3号艇そして2号艇1号艇5番手争いになっています。124期生鈴木啓太、2019年5月16日浜名湖でデビューをしまして、66走目でいよいよ水神祭ということになっていきそうです。いとこの大滝飛鳥選手がきっかけでボートレースを知り、そしてこの門を叩いた鈴木啓太、デビュー初1着おめでとう五輪、6番の鈴木啓太、続いて5番の新出、4番の池田五輪、後ろ3番2番1番と五輪を果たしています。以上第4レース予選競争でした。